はい、どうも皆さん、こんにちは。キマです。今日はタッチデザイナーのですね、このクロック、時間の機能を使ってですね、自動的に動画を再生する方法を紹介していきたいと思います。こういうある程度の時間、自分が設定した時間ですね、来たらこう動画が再生して、プロジェクションマッピング、例えば6時にスタートとか7時にスタートとか、そういったことがですね、自動的にできる、そういったシステムを作ってみたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと再生するまで待ちますか。これを確か20にしているので、20になると、これが再生されます。はい。こういうのを作っていきたいと思います。はい。じゃあ早速やっていきます。チョップのですね、クロック、というもので、時間を取れるので、これを使っていきます。まあ、いろんな機能、ここにね、時間それぞれ、これが秒数で、分で、時間、14時ですね。で、まあ、この辺は特に気にせずに、まあ、2021年ですね。というふうな感じで取れています。この辺消してもいいですね。見やすいように消しても大丈夫です。こんな感じですかね。はい。なので、ここで、時間を取れるので、時間だけ抜きましょうか。セレクトを使って、その欲しいものだけを取っていきます。例えば、これだったら、こんな感じですかね。秒数。こういう感じですね。24分を取って、まあ、ここは時間を取る。ここは時間にすると。こういう感じですかね。で、まあ、ここが、0になって、ここが15とか、まあ、プロジェクションマッピングだったら18とかですかね。なればスタートする。といった感じで、設定していくんですけど、今回チュートリアルなので、まあね、これ1時間ごとに待つわけにもいかないので、これは言っておきます。とね、これ使った方がいいと思うんですけど、今回は、これは置いとくか。今回はですね、ささっと確認をしたいので、セレクトで、はい。この一番早いやつ、この一番上のやつですね、これを使いましょう。これですね。これを使って、ちょっと、例えばこれが0で、ここ。これが秒数が、例えば、10だったらスタートとか、20だったらスタートといったものにしていきたいと思います。はい、こんな感じですね。で、まずここからいきますか。エクスプレッションというものを使います。はい。これですね。で、これで、ゲットバリュー、例えば、0だったら、対応くださいよとやると、本当はこれ出てるのかな？あまりにも早すぎてちょっと見えないんですよね。もしもこれが、秒数とか時間とかだったらこれで大丈夫だと思うんですけど、10分とかね、10分とか18とか、こういう感じで、これで数値取れると思うんですけど、ちょっとこれ早すぎるので、これはちょっと変えていきたいと思います。100とかにすればいいかな。こんな感じです。あ、そうですね。こういう感じで撮ります。これ100以下の時は、1という信号を出してますね。はい、で、もう一個こっちもエクスプレッションを足します。これね。はい。で、ここはまあゆっくりなので、そのままここでゴールでいいと思います。例えば、時間だったら18時とか、何ですかね。これ18になると1という信号をここで拾います。はい。で、ここが、重なったとき、例えば、これがもしも時間だったら18時ちょうどだったときに反応するようにします。それはですね、はい、今、来ましたね。
これですね、ロジックというものを重ねます。この2つになっているんですけど、ここですね、ここを、アンドンしてください。こうですね。そうすると、これ今1つだけだと反応しないんですけど、これが18になると、2つの信号が来たときにこれは反応するようになります。はい、これで16、はい、そうすると今カチッと2つの信号が重なったときに、1回だけ信号を飛ばします。これがアンドですね。はい。で、まあ時間なのでもう1個作りますか。これを例えばもう1個作ってあげれば、また別の時間が作れます。こうやって、これすると、こっちか。こうですね。例えば20とかね。します。で、この時はこれももう一個必要ですね。ここはそのまま、これは。はい、こういう感じになります。こっちは18になれば信号が1個来る。こっちは20ですね。20になれば信号が1個来るといったものになります。まあ、時間だとしたら18時と20時。といった感じですね。その場合は、まあ、これにですね。はい。で、これをですね、もう一つロジックを重ねて、今度は、ですね、これをつなげて、今度は、こう、オアします。さっきは、バンドでしたよね。二つ重ならないと信号来ないんですけど、今回、どっちかの信号が来たときにこれを反応してくれるようになります。なので、18時でも20時でもこう反応します。それ以外は反応しないです。はい。で、それをですね、映像の再生のところに当てはめれば完成です。はい、今映像をね、一つ入れてます。こういった花火の映像なんですけど、これね、ずっとね、ループ再生されるので、これか、ここですね、ここを、ブラックというものにしてください。そうすると再生が終わったら、あとはもうずっと真っ暗になります。で、ここの、このプレイのこのプッシュのところですね、ここに、こいつを、埋め込んであげます。これですね、こうして、リロードのところにこの値をはめます。はい、そうすると、はい、そうすると、ここが18と、なんだっけ、20でしょ、間隔短すぎか。30とかしますか。これ今18。00に来るとこれが再生されます。で、一回再生されると止まります。で、今度は次の時間帯30ですね。30が来ると、ぴったり30の時だけ再生されます。で、あとは止まります。はい、こういう感じで時間を指定して動画を再生することができます。で、これまた、ここでマッピングのやつかもしてもいいし、サイフォンとか使って、でもいいですね。はい。これサイフォン使って、トマッパーにつないで、再生してもいいかなと思います。つなぐとこんな感じで、サイフォンのところに来るので、そうですね。今ね、こんなもないんですけど、これが秒数のところに来たら、はい、こういう感じで再生されます。これでね、プロジェクションマッピングの自動再生、映像の自動再生ですね、できるようになります。結構ね、シンプルにこうやって作れるので、いいかなと思います。あとはね、時間がもっともっと増やしたければ増やしていってみてください。はい。じゃあ、以上かな。以上になります。最後までありがとうございました。